キチキンエイジは、テーマパーク並びに、イベント業界で、ショーの演出や作詞を手掛けている。過去にシティホテルでのピアノ奏者としての顔を持ちながら、東京都の青少年育成にも力を注ぎ数期に、渡り、ミュージカルの育成に貢献し、NHK、TV ドキュメントで放映。また、民間の人形劇団、ケムシの冒険の楽曲も提供している。 異色のマルチタレント性を持つ彼は様々なアトラクションやエンターテイメントショーを手掛け現在も国内のテーマパーク業界で活躍しており国内のテーマパークはもちろんのこと幕張のイベントをはじめ電力関東でも彼の手掛けた作品を目にすることができる愛媛県松山市に生まれる1980年から 音楽教室を開設しピアノや電子楽器を通じて子どもたちの音楽への興味や分かりづらい音楽教育を改善し学びの向上に努めた。1989年から東京都多摩市にあるサンリオピューロランドに在籍中はエンターテイメントの小関連でアシスタントプロデューサー業務をはじめ舞台監督業務等をこなしショーの企画、構成、演出、 作詞活動を手掛けた実績がある。1990年外国人タレント賞編詞、メルヘンシアター、知恵のキステージで賞を制作。1991年知恵のキステージ賞、リトルキッズの大冒険、テーマパーク発。販売促進型ゲスト参加賞を手掛ける。1994年川越電力館、テラ46の。 サミットスタジオの基本演出台本を手掛けた。2003年30県にある、島スペイン村のエンターテイメントショーで、キッズショー、ダルシネアの皆で愉快に遊ぼうにゃん、を手掛ける。2004年度施設において、エンターラクション、炎と水のロストレジェンドのスタント演出を手掛ける。また、クリスマスイベントショービッグツリー点灯式、ハートフルクリスマスショーを手掛ける。 2006年冬季限定賞、ドン・キホーテのワンダフルドリームを手掛ける。2009年ダルシネアのピエロ・ザ・サーカスでファン、ファン、ファンを手掛ける。同パークで多くの作品を生み出す傍ら、エンターテイメントショーのプロデュース業務も手掛けている。この春から上演の作品は、テーマパーク界では異色とも思える、新たな作品を仕掛け評判を呼んでいる。 2013年3月初演、エンシエロ、ウノ、ドス、トレス、モー、ちょっと変わった牛追い祭り。参考資料。 外部リンク http コロンスラッシュスラッシュ homepagee3.nifty.com スラッシュ aka pantsu スラッシュインデックス .html http コロンスラッシュスラッシュ www.gaido.jp スラッシュ machikado スラッシュ machikado.php ID イコール835 http://www.jaslack.or.jp:/ejwid:/jaslack <Tipp s> 2作品コード11097205思い出11097221出会い11097175トマトマトマト11097248真似してにゃんたしまスペイン村に桃黒風乗りのストリートミュージカル新たに ありがとうございます。